こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャー、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では、今日はですね、彼氏持ちの女性を落とす方法という話をさせていただきたいと思います。で、結構ね、質問にもあるんですけど、自分が好きになった人にはもうすでに彼氏がいるんですけど、どうしたらいいですかっていう質問をすごく多くいただくんですね。でも好きな気持ちって止めようと思って止められるわけではないと思うので、その時にね、こうもやもやしちゃったりとか、どうしたらいいのかなっていうふうにね、悩んじゃう人すごく多いと思うんですけど、彼氏持ちを落とすにはやっぱ時間が必要なんですね。で、時間が必要なので相談に乗ってあげられる立場だから、相手の女性が自分に、いろんなことを相談できるような立場になることが大事です。で、彼の相談とかしてもらって、彼の相談聞くの辛いかもしれないけど、そこで絶対なんかいいこともあれば良くないことがだんだん起きてくるので、その時にいろんな相談に乗ってあげると、あ、実はこの人の方がいいかもって思ってもらえる時がありますので、ぜひ何でも話してもらえるような相談役にまずはなるで、ことが一番第一ステップだと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄のから LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。私から直接返信したりとかですね、オンラインサロンではライブとかもやろうかなって思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。はい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。